こんなんあるんや。淡路島、日本文化財街の。これ、ゴッサカイト遺跡。出土品。古事記。入館無料で何かあるんや。せっかくで中入ってみましょうか。おお。こんにちは。あ、こんにちは。すみません、フラットドライブで来たんですけど、これは遺跡があるんですか。遺跡が何かあるんですか、こっちに。あ、こっちに遺跡があるんや。あ、中入って大丈夫です。はい、あ、じゃあすみません。あ、案内じゃあちょっとさせてもらいます。へえ。おお。あ、ということで、ね、来ましたよ。今ね、案内の方にね。あ、これすごいですね。わらぶき小屋。これ宮の分かりませんわ、私も。あ、ちょっと漢字が違いますね。こっちに書いてある。ゴッサカイト遺跡。弥生の菓子工房だった。弥生すごいですね。ゴッサカイト遺跡は弥生時代後期に鉄器作りを行っていた村の跡。弥生時代後期ですか。これは相当古いですね。当時の鉄器作りの様子を詳しく知ることでできる遺跡としてその重要性が高く評価され、平成24年9月に、国史遺跡に、指定されております。これは相当な由緒ありますね。禁止事項が書いてありまして、どうぞ、中脇はいけませんよ。そうですね、禁煙、ゴルフなどはしてはいけません、しませんよ。で、キャバも違います。そうですね、命が必要します。あ、気をつけないといけない。カメラ撮っちゃダメってなってないですね。大丈夫そうですね。じゃあちょっと回させてもらいましょう。すごいなこれ。わー、まあ、景色もいいですねこれ。なんで中にまさに弥生時代を模した。すごいな、独特やな。これはなんか、あ、大丈夫かな。そこに入ったらあかんという感じじゃないかな。こっちからこう行けるのかな。電気が流れています。触れると危険です。あ、違う、こっちはあんまりですね。こっちから通ったらかかったかな。いや、あとでお願いします。こんな感じでね。ほとんどね。いいの。あ、こんにちは。これって中とか入っても大丈夫なんですか。へえ、ちょっと私まずは。中で方は大丈夫らしいです。多分どうもイノシシ対策なのかなこれ。またね、普通に入ってっていいらしいんでね。ちょっとすごいな。これ本物の遺跡があって、それをこう再現したって感じなんでしょうね。一応ほら、私もね、博物館学芸員という資格を持ってるわけですよ。狭いなぁ。まあ、本当当時の作りなんでしょうね。うわぁ。うわぁ、あれも中、あ、中入るとめっちゃ涼しい。明かりもないんでね、あれですけどね。石器ってなってますね。大型剣棒。ここで鉄作ってたんですね。へぇ、すごい構成やな。高さはどうでしょうね。あ、でも一番上は10メートル近くまであるかな。8メートルから10メートルぐらいの高さでしょうね。で、全部木組みで、まあ当然ですよね、当時ですからね。へー、すごいな、すごいな。なんか土器とかも置いてありますね。これなんでしょう、これ本物の出土品なんですかね。すごいな。いや、だって弥生時代って言われるとですね、もう私たち、まあね、三重県民じゃないですか。ね、三重といえばね、伊勢神宮って言ってね、伊勢のね、昔から続くっていうね、ありますけど、弥生時代ってなると、全然二回りぐらい昔ですもんね。ああ、伊勢神宮が、2000?
今度1300、2000年とかの差で思うんですからね。あ、これが好きなとこういう風に新しいです。すごいですね。これちゃんと本当学術用のやつですね。本ではなかったですけど、地域社会学なんで、私地域社会学と文化人類学の方もちょっとかじってやってましたけど、ちょっとその地域社会学のやるのの付随でね、どっさ鉄器工房それで22年に建設されました。へえ、すごいでしょ。鉄器工房の使用、内径が 10.5 メートルで、あ、高さが 7.4 メートルか、ちょっとすいませんよ、私のあれ外しましたね。で、こういう風にして、はあ、今のね、昔のやつとだいぶまた違うですね。まさに新鉄器時代って感じの、すごいです。これはなんかこっちもなんかもう、ちょっともうこれ入るとちょっと暗いんで分かりにくいですけどね。うわぁ、すごい、ちょっと怖いな、明かりとかがないんで。わぁ、あー、でもすごい、あ、ちゃんと消火設備が全部入ってるんですね。あ、ここ、あ、こっち側でですね、さらに言うと鍛錬場なんですね。多分ここでやるんでしょうね。感じとしてはそんな感じですね。で、多分そういう、今もそういう神事といいますか、火事のやつを復元したやつをやるので、実際にそういうのをやるもんで、多分こういう消火器とか、あ、これはね、私もね、防火管理者持ってますからね、防火管理者の講師持ってますから、私言うてもですね、こういったね、消防設備とかはね、みたいなのね、煙管があるかな、熱管かなとかね、あ、熱管ですね。ってことはそうですね。煙管だと意味ないですもんね、この構造やと。そうですね。いやー、しっかりした消防設備もあって、そこもね、最新のところと、弥生時代の、ね、すごいですね。ここら辺の構造は完全に弥生時代の。この辺りとかはちゃんと私と分子ありますけど。へえ。あ、どうもありがとうございました。あれ、今もあの奥のところでやるんです？その火事のやつ。まあね、あのイベントとあるときはやったりとか、地元の小学校がね、体験したり。へえ。今度5月3日ね、玉ねぎ祭りってなるんですよ。ああ、はい。こっち玉ねぎですもんね。にぎやかに。へえ、そうなんですね。時間ありましたね。そうですね。玉ねぎの早く行き競争とかね。まあ、私もね、ちょっとフラットに四日市から来ちゃったもんで、ああ、そうなんですよ。フラットね、フラット走っとって、ちょっと、せっかくやで、淡路大橋でまたちょっとドライブしようかなと思って、それで、なんか、卵、なんか卵割るとプリンになるっていう、ね、これ、どこら辺なんですか？上がってくる途中ね、はい、左側に養鶏場なかったですか？あ、見落としとるな、多分。養鶏場があるんです。そうそう、あるって看板見て、スーッて登ってきて、そのまま来ちゃったもんで。あ、この途中になるんですね、インター行く北段さん、ね、ってあの、あ、右手の方ですね。あ、わかりました、ありがとうございます。ちょっとそれ寄ってきますわ。5月3日。そうなんです。あ、わかりました。4月1日に、今度あの、史跡の公園になったばっかりなんですよ。この4月、新しい、だいぶ整備新しいなとは思ったんですけど、去年できて、あ、これが去年できて、これ、あれが今年の2月にできて、はい、あ、撮らせてもらっていいですか、すぐ。そうだね、ボランティアと一緒に疲れたんです、へえ、すごいですね。そうか、そう、全然すみません、知らなかったもんで、今後2棟はね、建てる予定なんですよ。あ、ほんだけ、そう、スペースありますもんね。へえ。もうじゃあ、そこまで全部、石のやつになっとって。この辺ありますよね。はい、ありません。あの辺から、はい、遺跡の範囲としては、その下のお墓があるとこが遺跡なんですよね。ああ、はい、はい。あそこまで、相当広いあれですね。はい、へえ。だから、ここ、もっともっと変わっていきますね。はい。うん、こっちの方におると、で、奈良とかの方は行くんで、そうすると奈良時代とかよく見るんですけど、弥生時代って言われたら、すごいなって。ここは鉄が出てきたっていうのでね。ああ。そうなんですね。歴史だいぶあるんですね。で、あれこれ来る途中になる、あれが玉ねぎ畑です。
バーと今入っとるの、ね、下にあったそう玉ねぎ畑ですね、うん、あれね。あ、でもやっぱ玉ねぎなんや、さすがやね。で今、まあ、これまたちょっと準備するところで、そう、雨がね降るとね土がちょっと流れたりする。まあそうですね、この傾斜ですもんね、うん、あっちの方もだいぶ悪いになってますもんね、削れて。ね、こう触れないんですよ。そうですね。速攻とか作れないもんね。そう、あ、そうですよね。遺跡はそうですね。奈良とかでも言いますもんね。京都とかでも。それで、あれ、イノシシ用です。あの下に貼ったの、やっぱり。そうそうそう。ここね、イノシシ多いんですよ。まあ、やっぱり出ますよね。こういうとこやと。ね、入るともうすごいことになるから、うん、なんか。荒らせますもんね。うん。うちらの方ではもう大体タケノコ取るぞって言っとったらもう全部荒らされて、今年特にひどいやられてあってね、うん、いや早いイノシシのが取るの早い。そうそう、わかりました、ありがとうございました。じゃないですか、うちの YouTube 四日市、雑談動画ですけど、これはちょっと 早いうちにいいところ見つけたんじゃないですか、これ。へえ、ここから降りるやん、こっちから降りるやん、そっちから出てきた、そっちから待ってこう。すごい、中もね、やっぱこの建物じゃね、新しいところらしくてですね、まあ今、撮影のね、許可いただきましたんでね、せっかくなんでね、撮影をね、しときたいなと思います。でもこれも、これ複製品ってなってますね。制作隊だと、どうしようか、こういうふうになっとったっけね。へぇー、大丈夫だとか、これはすごいな。ハスの茎の奏法か、ハスの茎を食べれたもの。あー、これで息吹いて、火を炊き出すのにね。あー、耐久性が粘土を巻きつけて耐久性を上げる。へぇー、そうですね。血とかもちょっと顔たれから今動いてるもんね。石製国そうですね、石で作ったのに石で作ってたんよね、当時は。今は製鉄所ってね、あれですけど、私も新日鉄の八幡の工場は見たことありますけどね、ドカンドカンってすごい鉄のね柱が出てきて、あれもあれよりすごいですけど、すごいなって復元実験だよね。いや、こういうのね、楽しいなぁ。楽しいなぁ。こっちはトイレか。ここカフェになっとるね。へぇー。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。中垣内でカイトってのを初めて見たし、まあ、何しろそんだけの歴史があるもんで。ああ。これは、そんなイベントもやるみたいでね、今度5月3日にやるらしいんですよ。5月3日か、どうかなと思ったけど、考えてみたら私、5月3日って、そういえば休み取り取ってましたよね。分かっとればね、分かっとればね、こんなね、鳥取経由でなんていうね、無茶なね、プランを組みませんからね。で、今度は新しくできるらしいんでね、